こっちだよね。なんか装飾してやりたいな。見える見えないちょっと待って。木で足場用として一番多い使わないもの、雪か。雪よし、こっちでムーンペタに行くんだよね。飛んでいくのか。お、イエティだ、イエティを、おお、ノックバックがえぐい。あー、こいつらどっちかガイア持たしとくべきだったかな。全員に、この3人全員ガイア持たしとくべきだった。ミスったな。なんかあるね、あそこに橋的な何かがある。これちょっと持っていくか。ちょっと待って。爆弾はいないかな。爆弾は追ったらさ、フレームブレードを作れるんだけどな。フレームブレードなんだ。ここはなんだ。駐屯地か。駐屯地は壊したくないと。敵の数が多い。これといって何かあるわけではないか。あ、これもらっとこうぜ。なんか使いそう。ハップ危ねえ。何これ。金鉱石だ。あ、この魔導士、魔術師倒したら金鉱石落とす。これはありがてえ。よし、急ごう。こっちかな。この BGM 好きだわ。くん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 。あ、導き。あ、ここのマップ来て初めてじゃない？これ導き。よーし、あそこか。乗り込むぞ。ちょっと待って、回復は大丈夫。いける。よし、いけ。シド来たぞ。私が来た。もう大丈夫だ。私が来た。何回転切り。でやー回復しますおい、兵士たち死んでんじゃん。痛いって。強いな。ちょっと眠らせないで。グレムリンか。グレムリンが眠らしてくるな。死んでるじゃん。雑魚オツ何してんの。死んでんじゃん。ちゃんと死んでんじゃん。ちょ、返せよ鋼の剣。お前バカ。これは皆死んで、そいつらは俺が殺した。すまんシド、一歩遅かった。戦いの中で血れて本望だろう。そしてその死は自らの無力さが生んだもの。呪うなら自らの要素を呪うことだ。強き者よ。いや、それは仕方のないことだ。アネスだ。何、連戦？せめて埋めてやろう。後でしっかり埋めてやる。ちょっとグレムリンを。ガイアの力よ。マジで爆弾員はいないかな。マジで爆弾員は探してるんですけど、先にこいつか。おお、なんか違うの出てきた、違うの出てきた、違う、強い、多い、パニック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 、混乱した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 、混乱、とけだ、よし。誰、アネッサ死んでる、アネッサ死んでる。どれから殺すべきだ。多くねえか、敵が多い。敵が多すぎる。負けバトルじゃないのかこれは。いやー、食らえ、ここで撃つ、吹き飛べ。ちょやばい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 、なんて数。ちょっとヒャドで動きが鈍い、ヒャドで動きが鈍い、やばい、これ一旦逃げるべき。ちょっと待って、これ負けバトルだろ絶対。こんなん数多すぎるわ、多すぎうちとしやじゃ、こんなもん。ちょっとえ、やっぱそうだわ、やっぱそうだよ。なんという兵力だ、このままでは。人間、このままダブリ殺しする、全員連れていけん。ほほほ、スライム大変ですじゃ、キラー兵長、あちらに人間の大軍がわしらを攻撃しようとしておるのですぞ。何、この人間たちはもう虫の息、わしがとどめを刺しておきます。どうかあちらへ。了解した、者ども行くぞ。耐えたー。なんだこのスライム。よし、袋にしようぜ。よし、殺そう。待て、何だったんだあのスライム。どうしてくれるんだ。確かに彼らが死んだのはそれぞれの無力さのせいかもしれない。だが貴様が、まあ、確かにな、一人で行ってしまって追いかけた兄貴と慕っていたもの、指導も悔しいだろうけど、みんな死んで、うおー、この地に救いの神はいない。この兵士たちはもう生き返ることはない。死んだら終わりなんだ。死んだら全ては無なんだ。僕は死にたくない。ビビっちゃった。ブルっちゃった。なんだ今の声は。この教会から。僕はここで待っている。貴様たちだけで調べてくるがいい。ちょっと後で埋めてあげるわ。まあ一旦座るよな。もしもーし。お、シスターミト。あら、あなた様、アネッサ様ではありませんか。驚きましたわ。あちらの方に、隠れているように言われてここにいたのです。おかげでなんとか助かりました。シドー、やはりお前はいいやつだ。兵士の皆様はご無事でしょうか。激しい戦いの音が聞こえましたが。謝れアネッサ、アネッサ、謝れ。お話ししたいことはたくさんありますが、私はまず亡くなった兵士の方々を弔って差し上げたいのです。なんということでしょう。あなた様はあのビルダーなのですね。この地は神なき地、死者がよみがえることはありません。あなた方たちの、お墓を作ってもらえ、あの方たちのお墓を作ってもらえませんか？いいだろう。すぐに埋めてやろう。何、えての特別製の雪でできた墓を3つ立ててあげるよ。缶オケ。オッケー、わかった。缶オケな。はい。作業台がなんか、あった。これ。缶オケ。これを3つ。よし。ちょっと整頓します。よいしょ。よいしょ。よし。わかったよ。埋めてやろう。お前らも見てないで運べよ、死体を。見てないで運べよ、バカ。そんなに触りたくないか、死体を。投げれないかな。ごめん、人でない発言をしてしまった今。神のいる世界だったらよみがえらしてやることも可能かもしれないし、ここは雪で冷凍保存。皮肉なもんだな。石の墓。花も必要か。石の墓。指導が全く動かない。こう。はい。さあ、安らかな眠りのために私と共に祈りましょう。はい。ナム。ナム、ハーゴン三兵団、やはり一筋縄ではいかないだろうな。ガラクタ作りは終わったのか。では早く城に戻るぞ。ガラクタだと。墓など生きている者にとっては何の利用価値もないガラクタだ。このうちに神がいないならなおさらだろう。指導貴様、私に逃げろとおっしゃったお優しいあなたはどこへ。まあ、指導の言わんとすることもわかる。すまない、なんでもない。ここはひとまず城へ戻るとしよう。王様に報告しなくては。いいよ、シスターが増えた。なんかありそうだよな。探す。あるよな。いや、そりゃあるよな、やっぱり。あるよな。よーし。何これ？マリベル？マリベルじゃない、これ。マリベルか？違う。ロトのやつだ。初代の女の子キャラの。ムーンブルクのお姫様のやつじゃないこれ。シルバーデビル倒そうぜ。眠ってしまった、眠ってしまった。怪我は来た来た来た。壊せ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 。やったー、これでフレームブレードが作れる。きたー。帰ったら速攻作ろう。ちょっと足りなかったから嫌だから、もうちょっと倒す。なんかサルベージしてんのか、なんか遺跡的な何か入っちゃうなんか怖いな。ちょっと怖いからやめとこう。息続かなそう。どこ行っても何もないな。見に行くんが絶対何かある。この下にスーッ。ちょっと待って、シリベクラゲがいっぱいいる。これはなんと恐ろしいとこ。空気ある、空気がない。ちょっと待って、持つんか俺。空気持つんか。これは戦ってる時間がない。ちょっとやばい。あ、分かった、これが空気だ。これに触らなきゃいけないんだ。ミスったな。これ何？石。なるほどね、なるほど。これに触りつついけってことか。これは何？開かない。空気を。ふう。多分これ次のストーリーのなんか分やってない？今得て。あの宝箱も多分開けれるんだろうね、本来。帰ろう。帰ろうぜ。はい。とりあえずシスター手に入れた。シスター。お。お前ら元気なんだが。しかしながら3人の兵士を失った。すまないと思っている。あなた様、本当にビルダーなのですね。実は私は祖父の教えでずっと昔からハーゴン教団を信じてはいなかったのです。これで大手を振ってビルダーになることができます。これからは皆様の役に立たせてください。来た、シスターだ。なんか教会を作ってとか言われそうだね。よくぞフリーに戻った。そしてムーンペタはどうであった。そうか、ムーンペタがやられ兵が倒れたか。わしも兵士たちの死を悼むとしよう。エディオ、もしも気が向いたら報告に来てくれた兵士も棺桶や墓で弔ってやってくれ。わかったよ。教団を倒し平和を取り戻すと決めておる。必ずや共に成し遂げようぞ。あれ、棺桶入れれんのかな、あの死体。デビルロード。ああ、バズズみたいなやつか。バズズ。ちょっと待って、メールが来た。うん。敵はおそらく兄弟だが。えて。すまない。さっきはどうかしてたんだ。もうすっかり気分が良くなったぜ。えて、三兵団だが、なんだか知らないが、俺たちでぶっ倒してやろうぜ。ああ。いや、皆の者、わしから改めて告げる。我らの次なる目標はこれだ。10万兵団。残虐な魔物ばかりだという。毛で覆われた屈強な体が特徴のようだ。こやつらを倒すには、皆の武器では歯が立たぬであろうな。飛行兵団を倒すべし。飛行兵団はその名の通り翼を持つ魔物たちの軍だ。空中から攻撃を仕掛けてくる厄介な敵だ。通常飛ばれてはこちらの攻撃がなかなか当たらない。何か対策を考えねばならんだろう。そしてデーモン兵団を倒すべし。ハーゴン3兵団の中でも最強と名高い恐ろしい魔物たちだ。奴らが攻めてきたら逃げるほかない。しかしビルダーであるエテならば奴らを倒す魔法兵器を作れるかもしれぬ。以上。アレッサは引き続きエテと共に兵器の開発に当たるがよい。外の敵もそうですが、城内に潜んでいる敵とも戦っていかなければならないようです。城内に潜む敵、例のスパイってやつか。そろそろ炙り出しておく必要がある。実は修復したはずの城の壁が城の内側から壊されていたんです。これはやはり城の中に敵がいる証拠。誰だ。強力な回復薬、世界一の雫をさ戦い、ありがとう。やった、もらった。無限にくれる。無限にくれねえじゃん。バカ戦闘か。その前にまずは鋼の剣が1本必要なわけで、鋼の剣を1本作るとしよう。そして攻撃力74か。作る。よっしゃ、ちょっとこれ待とう。これ待つ。お、できてる。ちょっと待って、能力的にはどう。これ74で82。けど使いたいな、これは。これは使いたいな。装備するしかないよな。こんなん装備するよな。かっけえもん。なんかかっけえしな、こっちの方が。ガイア誰かに渡してあげよう。じゃあリックかな。じゃあアネッサちょっとまだ信用に値しないから、リックにこれやるよ。でアネッサは鋼持ってる。あれアネッサお前ドラゴンキラー。ドラゴンキラーもうちょっと弱いもんな、言うて。これが鋼だよな。これ鉄だよな。君は？君鉄。鉄。鋼。鋼。よっしゃ、じゃあ。これ鋼。お前だ。お前にこれを渡そう。よし。よし、じゃあ戦いします。行くぞ。うん、飛行兵団いいよ。その前に、お前には改めて言っておく。ムーンペタではすまなかった。頭がぼんやりしていつもの俺じゃなかったみたいだ。だが、もう平気だ。出て一緒に敵をぶっ倒そうぜ。よかろう。よし、弓兵、弓部隊、しっかり狙って撃つように。我々が足止めする。なんだ、何部隊だこいつら。わ、すごい。炎の付属効果がある。通すな。炎の剣も何本か作る。もういや、炎の剣は俺のものだ。他に何も持たれちゃう。このレアリティが下がっちゃうぜ。レアリティがやばいな。強いな。やばいな。この魔法剣から放たれるメラ、飛ばないメラ、来たな。あいつが大ボスか。行くぞシド、ぶちかませ。よし。あ、けどそういえばトロルの軍団がいなくなったってことは、向こうを探索しようと思えばできそうだよね。ずっと待機してたあそこ。よし、強い、かっこいい。いいね。ガイアよりはちょっと攻撃力下がっちゃうけど、こんな雪国で炎の攻撃とか効果抜群でしょ。あ、シスターも戦ってくれるのか。武器持たしといた方がいいかな。シャキーン。炎の鎧。ギガンテスのコンボ。はあ。作ろう。速攻作ろう。なんとか撃退できたみたいだね。あれは、重機兵団。体は鋼鉄のように硬く、木をなぎ倒すほどの力があるといいます。あの連中がもっと大勢で攻めてきたら、この城はひとたまりもないだろう。ここはやはり真っ向から戦わず、魔法兵器を開発して迎え撃つのが上策だろう。あとはどんな魔法兵器がやつらに有効かだ。魔弾を飛ばそう。魔弾を。まずは手始めにハーゴン軍を迎え撃つ強力な、出城、前線で迎え撃つための、城の外に戦い専用の城を作ろう。分かった。これから開発する魔法兵器を置く場所も考えてもらえると助かるのだが。よかる。出城だって。出城でけえ。